私あの学部3年の頃から宇宙業界を見せて就活をしていたんですけれどやっぱりこう、ま、民間大手とかその政府関係とかベンチャー企業とか見ていく中でやっぱりそのベンチャー企業ってこう学生としてはファーストキャリアとして手が届きにくいなとか、うん、やっぱり中途採用でもうすでに技術力を持たれた方が求められているのかなっていう印象があってあまりこう自分 としても選択肢に入れていなかったんですけれど、うん、インターステラーテクノロジーさんとして、こう。学生を取りにくいなとか、まあ、その。あまり文句が開かれていないなっていう印象は抱かれたことはありますか。うん、そういうふうに考えるんだね。あ<ー>、<laughs> はい。そうです。いや、俺、失敗したことないんでそうで、ね、そういう気持ちが全く分かんないんですけど、うん、その。なるほどね。すごく。 よく分かりました、はい、もう僕何個かベンチャー企業立ち上げてるんで、うんはい、毎回毎回苦労すするんですよその IT ベンチャー立ち上げた時もすごい苦労して、はい、ですごい知名度上がって人が増えてきたら全然逆にもういりませんよぐらいに人が来るようになるてそのギャップがすごくあって。うん <laughs> なるほどね。即戦力が求められてるというふうに思っちゃうんですね。そうですね。一般的な就職活動っていうと、その大手がポテンシャル採用っていうのをすごい掲げていて。うん、まあ、その学部とか、その専攻とか、全く関係なく、<laughs> 会社に入って育ててあげるよっていう風潮がすごく。 あの他の業界とかででも強くてですねでそこにこう大多数がみんなそっちの軸で就活をしているので自分としてもそのいきなり技術力を求められるところに入るのはどうなんだろうっていうふうに僕逆だと思ってて、はい、大手に入るとそういう「育てますよ」っていう体制は整ってるか整ってるように見えると思うんですけど。す、うんはい、すっごい時間がかかるんですよねそれがいい って言われれるともうあれなんだけどじゃあベンチャー企業だからそれがないかっていうとそれは全然あって、まあ、メンター的な人もいるし、うん、上司もまあちゃんといるし技術力はより早くつく継手いろいろこう結構エクストリームな環境で使われる次手なんでそういうのをある製品をリバースエンジニアリングして自分で設計図書いて製造までやっちゃうみたいな例えばそれは学生インターンの子なんですけど、うん、そういうのはいたりとかする。 学生インターンっていう立場で別にこういう課題課題が与えられてある程度こうアドバイスももらえるような環境で別に失敗してもいいからやってみなみたいな感じでやれるような環境はちゃんとあるしこれは人によって好みはあると思うんですけどもうすぐに何か作りたいとか実際にこう使われそうなものを作って役に立ちたいみたいな人たちからすると教育的な。 環境がめちゃくちゃ異なることはないし、世の中に役に立ちそうなものをすぐに作れちゃうっていうところがベンチャー企業の多分魅力。で、これは割と大きな会社行くと。 最初は私はどこで仕事してるんだろうなみたいなのが、ね、多分見えづらいそうか。だから、逆に僕たちはそういうのをアピールしていかなきゃいけないところですよね。ちゃんとちゃんと教育しますよ。みたいな、はい、いや当たり前なんだけど、僕逆にそれ以外でベンチャー企業に対してなんか？うん、私はベンチャー企業。ちょっと難しいんじゃないかって思うようなところって他にもある。 自分の技術力面以外ってことですかそうねやっぱりその就活っていう,こう大きい流れがあのメインストリームになっているってことを視界の隅に捉えてしまうとやっぱりこう一番最初にあの小さい会社というかそのこれから何か事業を立ち上げていくとかいうところに入るのは少しあの不安というかあの経済的な不安ですか もあると思いますしある程度もう事業が確立されたところの方が既存の技術を学べるみたいなところは意識としてあるかな、うん、自分もあの大手の就活の時はずっと大手を受けてて <laughs>、はい。 でインターステラニーっていう本当に立ち上げのところに入ったので、はいうん、マインドはよく分かるんですけど、はい、実際はなんかそうでもないな、うん、人がどうやって成長するかっていうと何か,を何かちょっと難しいことをやってそれをどんどん繰り返していくことによってしか伸びないんですよね。はい、ということは何かこのチャレンジする場所みたいなものこそが教育的な要素であって小さい会社ってもうそういうのをやらざるを得ない環境なので、はい、それしかも全員が。うん、成長チャンスっていうのはむしろ全然 まあ小規模な会社の方がやっぱり、はい、ま,あまずありますよね、うん、っていうのは入ってみて思いますね、うん、大きな会社だとやっぱり成長のチャンスってちょっとスパンが長いし、はい、チャンスが繰り返しの数が少ない分やっぱりその成長がゆっくりになる言いにくいようなことを聞くとちっちゃなベンチャー企業とかだと評判、うん、というか「えなんのななその会社知らない会社に就職して大丈夫なの?」とかその周りの友達とか親とか。 そういった人たちからこう文句を言われるのが面倒くさいとか嫌だとかっていう気持ちとかってやっぱありますよね。 そうですねもともと学生インターンとしてベンチャーにこう乗り込んでいく人とか、うん、そういう積極性がもともとある人その勇気というかがある人はそういうところはあんまり関係なく新卒としてもあのベンチャー選択肢があると思うんですけど、うん、やっぱりそうじゃない人ってどこかでこう踏みとどまってしまうところはあるのかなと思って。うん、やっぱそうも、ねはい、積極的な人がもう すでにベンチャーってところに流れていってるのはいいと思うんですけど。あの、それ以外にも優秀な人はたくさんいて、優秀なのに、こう飛び込む勇気がないというか、まあ。評判に左右されてしまうみたいな人がいるのは、ちょっともったいないところかなと思ってます。ううどう思いますそういうの。まあ、スタートは確かに、その評判を作っていくとか。うん、それを、むしろブランド作っていくっていうのを、楽しいと思える人からすると、最高に面白いですけどね。一個ずつ、こう、オセロがね、まさにひっくり返っていくというか。うん そういう面白さって体感してみるとものすごく面白いんですけど確かに体感したことなかったらわかりにくいのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、稲川さんはまさにねそのめちゃくちゃひっくり返した イタステラって、まあ、当時入った時は本当に何もないところからスタートしてるんでそこからまあ一通り結構宇宙業界の中ではそこそこ知られているし重責、うん、な実績も積んできていると、うん、本当ににみんんな手のひら返したよよ、ね、う周りりもやっっぱり変わってくるんですよね <laughs>、えーはい、最初の頃はそれこそ、まあ、JAXA とか大手メーカーさんとかって行っても全く話聞いてくれなかったりとかしてたのが、うん、まあ今だといやむしろお願いしますとか。 そういういいやり取り取に数年で変わっていくんですケットエンジンを作って飛ばすものすごいレアな体験でできないんですよねそんなにそ,、ね、そんなにやろうってってもできないから、うん、LE9 って H3 ロケットに搭載されるロケットエンジンの設計をやってる人たちはまラッキーででもそれはかあの関わりたくても関われない人たちもたくさんいて。とはいえ まあ、JAXA にしてもあの大学の研究室にしてもその人材はやっぱり育てていかなきゃいけないんで結果としてうちみたいな小回りの利くしかもそんなに高い値段じゃなくそういった実験をちょこちょこできるようなところっていうのはすごくいいみたい例えばトヨタ自動車から2人出向者が。 てていいてエンジニア制度みたいなものを作って、まあ、もっといろんな会社さんから来てほしいんですけど、うん、大企業に席を置きながらなだけどその、まあ、いいとこ取りですよねベンチャー企業のその本当現場で手を動かして、うん、新しいものをどんどん作ってテストできるっていうような環境にいつつ、うんまあ、席は。 大きい会社にあります、ね、でこれ多分一挙独特的なところがあるんですけどいそうそう,そういい採用の仕方ってないんですすかねあ,あると思してもらってで実際こちらが面白いってなって転職するってケースは、うんまあ、スタートアップでもあると思うんですよ、うん、大企業から出向してみたいな多分増えてくるのかなっていう、うん、山崎直子さんにお話伺った時に、うん、なんか宇宙飛行士に資格を取ってもその実際に乗れるかどうかは本当にもう うなのでだからずっと待ってる時間がすごい長いみたいな話をされてて確かに大きな会社だとそういうことはあるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど質問でこの宇宙に関われる新卒の職種っていうのはあのまあ職種でやっぱり学生さん考えることが多いのでインタースタラルテクノロジーでいうとどう,どういう職種があるものなんですかまあ今募募募集集集ししししてててててるのは特に新、まあ、新卒卒でいうとエンジニア募集してますね、うん、技術者結構ババリバリ活躍してて 本当にまあ工場でまあ加工する人間もいるしロケットのもうガリガリ計算して、うん、ロケット全体まとめていくみたいなそういう設計の人間もいるし新卒から3年目ぐらいでプロジェクトマネージャーやってもう一つのもものプロジェクトマネージャーやりますロケット1本仕上げていきますっていうことをやってるのもまあ新卒3年目でロケット1本仕上げるいすいです、ね、<laughs> はいやっていうと幅広くどこって限らず 本当に現場からその設計からそのマネジメントまで幅広く新卒の人間で、まあ、そこは良さだよね。ねその社長とか、うん ににもダイレクト繋がれるんでで、うん、話は早いですよね直接ロケットに関係ない工学系を勉強している方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そこら辺は別に必ず必須ではないむしろロケットの研究をやってる人って日本にそんなにいないんですよだからロケットやってる人である必要っていうのはま,あまずないです <laughs>、うん、理工系の学生であれば全然何にでも関わられますよね、うん 別に土木でももいいもんね、うん、以前はのの堀江さんがね YouTube の番組で学生も伸びしろあるよねみたいな話実際現実的に僕が学生だとしたらどういうところを見るのかなみたいなすごく下世話なんですけどす気になるんですけど、はい、どういうところを見られるんですか新卒の学生を取るときにそうです小さい会社でやる必要あるのは手取り足取りみたいなことは、まあ、どうしてもやれないし、うん、やらない なのである程度自主的に周りを巻き込みながら自分で物事を進められるかどうかっていうのはものすごくまずそこは巻き込んでいったりとか人に話を聞きに行くとかそれこそ社内だけじゃなくて社外にでも飛び込めるような人っていうのはまあよりいいなとは思いますね。僕がその本当にコアリ採用しまくってた頃は誰でも撮ってました <laughs> もう贅沢言えま,せん <laughs> まだ選べてる分だけラッキーみたいな。 僕ははだからそんんな高望みはしませんねあとね今あの北海道にあるじゃないですかだから例えば北海道大学とか東北大学とかね筑波大学とかもすごい優秀な、ね、理系ってあると思うんですけどそういうなんか地域の採用とかそういうのってあるんですか大、ね、大とか室蘭高とか高 多いですけどね<ー>割合としては、うん、年収っていうか食べていけるのかなこれはスタートアップだから必ず聞かれると思うんですけどスタートアップ食べていけるんですかみたいなまあ、うん、ご飯食べていけるんですか、うん、って聞かれることあるんですよ世の中のデータで言うとジャク a は一応平均七百万ぐらいあるという噂も聞いてるんですけど安心していいんですかやっぱり業種ごとにもちろんとても待遇大事ですしあの心配なく開発集中してもらいたいんで もちろんちゃんと出していますで JAXA、まあ、と比べると多分平均年齢もずいぶん違かったりするんでドンピシャで合うか分かんないですけど3 2三とかなんで平均年齢が AWS、うん、は全然40何歳とかじゃないですか多分だからその分は低いと思いますけど、ね、そんなにじゃあ恵まれてないかっていうとそんなことはないですよまあとはね定期的にストックオプションとかで。 頑張ってくださいみたいな。<laughs> スタートアップと一緒ですよ。<laughs> うん、なるほど。会社が大きくなればそのインセンティブでっていうところですよね。まあやっぱうちなんかスペース X の100分の1以下なんでーんマーケットキャップも逆に言うとそれだけ伸びしろはありますよっていうまあないかもしれないけどねっていう話はありますよね。いやいや結構やっぱベンチャーだと働く時間とかもあのちょっといっぱい働か <laughs> ブ,ラね、<laughs> ブラックじゃないかみたいなよく言われるんじゃないか当たり前ですけど今時ってうちみたいな会社でもいやベンチャーどこのベンチャーでも労働労基は来るので守るのは必須ですし、はい、あの当然守ってます、はい、で労基厳しいっすよ最近そうなですね、はい、<あ>なのでブラックなんかありえないんですよねもう,もうね今はもう反社とかじゃない限りはブラックじゃないっすねそうなんですねはい めめちちちちゃゃゃゃくく厳厳ししいいでですすから昔はだから僕がその最初のスタートアップ立ち上げた頃は全然緩かったですけど、はい、緩かったから結構結構バリバリ働いたりとかしてた時期もありましたけど最初の頃はね。なんですけども上場したら絶対無理らし。いですよ もう大変ですよもう未払いの残業でもあったもんなら結構大変ですからね、うん、それそういうのはう吊るし上げられます、ね、やばいですよ発表されてうちの場合はそのロケット打ち上げの時だけお祭りみたいな状況になるんで<ー>そこだけその残業、ね、残業みたいな感じになるんだけどそれは他で休んでくださいっていう。うん 安心になるんで全くホワイトでその5時に帰れるかって言ったらそうじゃないですけど、うんはい、やる分仕事ありますけど、まあ、ブラックとはならないようにあのやっぱり体調だったり、はい、とっても大事だっていうのはどこのベンチャーでも今時は、まあ、当たり前に考えられまどきはスタートアップの一番面白いところ焼、まあ、け野原から掘ったて小屋を作って。<laughs> みたたいなところはもう終わったんで <laughs> あのそこすっごい大変なんですけどうん、うん、そういう開拓時代終わって全く何もない無から作ってるじゃなくてもうある程度その先人たちが開拓したところでだけど、まあ、これからものすごい大きくなっていくだろうなっていう,こう一番おいしいところを今経験できるチャンスなんで、まあ、人生長いんでその中で何年間かこういう会社で働くっていうのも僕はすごくいい経験になると思うし人生のすごい糧になると思うんで。